はい、こんばんは。ちょっと、はい、こんばんは。じいちゃんです。はい。久々の外人墓地。外人墓地。はい。後ろに問題の電話ボックスを映しつつ、何も感じない。今日はまだ何も普通のかっちゃんでやってます。でね、まあ今日は、まあ今日はね、電話ボックスにもちょっと車の中から定点カメラを置いて、ちょっといろいろな検証をしてみましょう。そっち行くんですか？ここから行けたとこなかったっけ？ないです。ないですか？そう、なんかあったような気がしたんだけど。細い通路もあっち側です。本当ですか？これもいいのかな？すごい適当なこと言うけどさ、うん、霊感発動させて溜まり場になってる場所ここだっていうのを見極めるのは無理なの。それやったら面白くないじゃん。それをやらないからまた楽しい。そうなるとさ、うん、結局料理について嫌がらせ、やらせとかになっちゃうじゃん。めちゃくちゃ遠くまで撮れるのが録画いいかな、ちょっと的に。まあ一応1個目、今日こっちのポジなんでか、はい、じゃあまあこっちに行きましょう。なんで俺の聞いてない音を聞いちゃうかな。今の聞くね。これダメだね。だよね、なんか体感的になんか、なんだろう、まだ時間が明るいからかな。時間が明るいからかな。わかんねえな。すごい穏やかよ、ここ。穏やかに。今日静かにのもう行く。うん、なんか嫌な感じも何もしなくてどうしたもんかと今すげえ頭の中でね困っている。いなんかおかしいですよね、うん、全然心霊スポットらしくない。僕もそう思いますね。オーブ飛んでる。オーブ飛んでないんだよな。もうちょっと近くに感じて飛べんのかな。でも映っとるのよな。オーブが見えないんだよ、ここは。見て。本当だ、綺麗にボケてるな。だろう。まあ、ボケるのは仕方がないと思う。これ近づければ多分、ちょっとなってるんだよね。いかん、お蔵入りの可能性がどんどん上がってくる。お蔵入りだぞこれ今日。これ今撮っとるの？はい。
はい、どうも。はい、どうも。ジョーイス。ダメです。なかなか難しいです、今日は。今日はね、なんかね、全部滑ってきてますけど、最後の頼みと思って、ちょっと今日はね、外人墓地、関市、岐阜県関市のね、来てみたんですけど、ちょっと今日は滑りましたね、全部、すべて。13号もちょっと僕の体型では入れなかったものですから、今度ね、ちょっとまたやってみたいと思います。まだ早すぎるからかな、ごめんなさいね。今日めっちゃ薄いオーブしか映んない、さっきの特務以外。霊感も上げてねえよ。まあ、ここ変に突っつくとね、三没に一気に襲われるから。困った困った。どうですか。はい、視聴者の皆さん。不調です。今日は。はい、絶不調です。なんかね、今日はね、取れる気が全く起きない。我々だってこういう時くらいある。いますかね。久々というよりも初めてぐらい不調じゃない今日。どうだろう。でもここ当たり外れでかい気がする。ここは何回か来てるけど。まあな。なんか取れない時は徹底してマジ取れないみたいな。今日は本当にね、まあどうしようもない画像になりますが、皆さん見ていただけたら光栄です。本当に今日はね、期待を裏切るような動画になりました。すいませんでした。帰ります。帰りましょう。